はいいよろししくお願いします、えー、今回高校受験対策刺しの38段やっていきましょうということで今回はこの12問ありますのでまずは動画を止めてストップウォッチを用意してそれを測りながら早く正確に解くというのをやっていきましょうまあ、俺はは問ミスったんですけどね <laughs>、はいということでねでやってみて不安な問題とかあったら自分が今から全部解説していきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ね、まず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあ画面下げますのでお待ちください,いくよっよっからしょはっもうちょいこの辺かなよしじゃあ行きましょうどうしても指示は長くなっちゃうんで動画がねサクサクいきます で今回はですね、まあ、久,々久,々久々にというか趣し、まあ、は基本的に基礎問題しか入れてないんですけどその中でもかなり基礎を持ってきましたあの基礎問題が多いやつ12番だけ引っかかる方がいるかもしれないんですが11番までは、えー、数学が本当苦手とか嫌だっていう方も必ず自力で解けるようにしてくださいじゃあまずはねマイナスならプラス5ここは、まあ、マイナスの方がね大きいのでマイナス2とこの辺はサクサクいきます で2番はですね自分が苦手な苦手というかミスが出やすい分数ですでまあこれ分数なのでまずは約分しますここをねこうやって5と5で約分して2になるとでまあポイントとしてはこれ普通はできると思うんだけどポイントとしては分数の場棒から降りてきた時は括弧がつくんです括弧がだからイメージとしてはこれ 3x-2 が括弧になってかける2になると。 だから、かける2を分配法則する必要があるから、両方かける2するから X、6x-4 となって、これで終了。普通にちょっとミスをしやすいとこで言うと、公約分して、かける2がこう、マイナス2とかかってるから X、3x-4 って書いてミスする子はたまにいます。だから気をつけてね。で、割り算の後の分数。割り算の後の分数は、ひっくり返すんだよね。ここが、もう書き直しちゃうよ。 かけるるにに変わる代わ代りにここを逆数つまり分母と分子をひっくり返しますいいねでかけ算なってるからと約分 A はこう約分して両方消えちゃうとで5と3かけて 5315B はねそのまま残ってるので1 5 b 二乗で OK でまあこれは展開これ公式なんでね普通にはいっちゃいましょう公式使うと、A 乗次が足したもの、X、何足すかっていうとプラススとマイナス6足すとプラス2だからプラス2に、X、くっつけて後ろはかけたものマイナスあプラス8とマイナス6かけるとマイナス48でこれで終了もしねこれ展開しなさいって問題だったんだけどもし公式を本番で忘れちゃった場合これはもうね無敵の技の全部がけを使いましょう全部がけ。 全部掛けっていうのはまあ俺が言ってる勝手に言ってるだけだけど、x と x、x とマイナス6、8と x、8とマイナス6を4回かける全部かけるんです全部掛け。ちょっとやりましょうかせっかくだからね。x 二乗になってマイナス 6x になって上がプラス 8x になってマイナス48。で全部掛けの時の注意点としては全部かけた後に計算できるものは計算する。これ書いたらバズだからね。 -6x 8x とプラス X ここは計算ができるから2、X、になるあプラス2、X、ね。ってやれば答え一緒でしょあもしね公式を忘れてしまったら展開は全部書きで必ず倒すことができますのでそうやって対処してください。で5番ねこれ割とミスる子多い。あの熟、ー、講詞やってた時も数学取れる子とかでも割とミスる。 25の平方根を求めなさい平方根何って言われたら平方根が何って言われたらこれにプラスマイナスルートつけるんだよ。いこうプラスマイナスルート。でルート25っていうのは5だからだから答えはプラスマイナス5ね。何見せるってプラス5にするんだよねプラスマイナスつけないっていう。い平方根って聞かれたらプラスマイナスルートをつけると覚えておきましょう。 で6番、えー。x 分の a のグラフが点6のマイナスにこれを通るときまあね反比例だろうが比例だろうが二次関数だろうが関数がそれを通るって言ったら代入ができる。いいね x に 6x 座標だからね x に6と y にマイナス2を代入すればマイナス2イコール6分の a と。で両辺に6をかけますこれはこっちにも6をかけるしこっちにも6をかける。そうするとこっちは a になるからね。 ちょっと順番入れ替えちゃうけど a イコールマイナス十二となってこれで終了ですいいね関数が通るって言ったら第二をしちゃってくださいで、連立方程式ですまあ x 揃える方もいるかなと思うんですけどちょっと自分がね y を揃えに行ったので y 揃えますってことで上の式に三をかけましょう 3y で揃えたいからねで、ね、知ってる入らないんだよねここね、多分下もギリでしょうだよねあ。ほぼ、ほぼちょっと もうちょっと下げようか申し訳ね下がちょっとあれだねこのぐらいしようでえー、っとっと,とこっちに持っていこうかな、えー、3をかけると9 x、えー、3 y イコールマイナス1 5で下はそのままでいいので 2x+3y=6、えー、イコール6とで 3y3y で揃ってるから引き算ですね引き算しましょうと。 で、引き算にしたとき、まあ普通にできる方はレッスンもやってもらって構わないんですけど、引き算のときは、引き算って決めてから足し算に変えます。自分のよく教えられる方ね。引き算って決めてから足し算に変える。足し算に変える代わりに、下の式の符号を全部変えるんです。もともとここプラスだったからマイナスがつく。プラスだったのがマイナス。プラスだったのがマイナスです。これで足し算すればいい。で、足すと、9とマイナス2だから 7x。ここは消えるね。 で右辺はス1 5とス6を足すと二2 1両辺7で約分すれば x はス3となります答えこっちに書いておこうか、x、イコール3ただ連立だからね y も出しにいきますで x が出ましたそしたらそれをねもともとの式に入れます個人的には3をかけた式とかのここの式に代入しない方がいいみんながね連立やるときに、まあ、計算どっかでやるじゃん 計算途中のやつに代入しようとするとミスが出ます。これ何のミスかっていうと、例えばごちゃごちゃって書いて、ここだけマイナスって書いちゃったりすると、その書き間違ったというか、その時計算では頭の中ではできてるんだけど、後で見返した時に間違った情報のとこに代入する可能性があるから、基本的にはもともと問題用紙に書いてあるこの式に代入した方がいい。元々のね。で、まあ上の式の方が楽かな。 この x のところにス3代入すると3 ×ス3だからス9でプラス y イス5でこれ移行すれば y は9ス5になるから y=4 となってこれで終了。で連立はねいつも言うけど答えが合ってるかどうかが絶対に確認ができるどうやるかっていうと今出した自分の答えをもともとの式に代入します。 x にマイナス3、こっちに4入れると、えマイナス9、プラス4だから、マイナス5になるんだよね。ちゃんとなってる。で、必ずチェックは下もします。両方、上下チェックね。で、下も入れてみると、2× マイナス3で、マイナス6。3×4 で12。マイナス6と12足すと、6になってるから、ちゃんとなってる。上も下もダブルチェックをして、なってたら、絶対に合ってるから、この問題。 そうでチェックができるからねぜひ使ってみましょうまあ時間とのね折り合いもあると思うけどで次が因数分解じゃなくて二次方程式だね、えー、これを解いていきますでこれ二次方程式解こうと思ったときに公式でねこういう形に持っていければ楽なんですけどこれが使えませんかけてプラス1足してプラス7の数字のコンビが見つかんないんだよねだからこれができないと じゃあどうするって言ったら解の公式を使ってください。えー、解の公式一応書いておく ?x イコール 2a 分の b プラスマイ b スルートもう学校であれだよね呪文のように覚えさせられたと思うけど b−4ac と。でこれに当てはめます。じゃあいきましょう。 2a 分のだから2分の −b なんでス7プラスマイナス b2 乗ちょっと外やろうか b2 乗49ね 7×7 で49 4 9ス4 a c − 4 × 1 × 1なんでス4つまりルート45です。できたってやってこれ書くと×を食らうと。何がダメかっていうとルートは必ず中身チェックをします。中身チェックね ルート45っていうのは 9×5 です 9×5 つまり形が直,り直せます2分のここまではね何もいじれないんだけど、えー、ルート45が3ルート5と形を直せるのでこれで終了いいねこれで丸がもらえますいいかなでえっ、ー、と次がほら合ってるよね OK 大丈夫9番こっちですね でこれは、えー、図形の角度の問題なんですけどあのー、おそらくねこれ外外角ね外の角度だから全部外角なんですけど、えー、数学苦手な子って結構やっぱ内角で計算をしたがる子が多いです。まあ、そしたら身近いというかか慣れてるから、ね、で当然それでも今回求めることはできるんですけど角度の問題ってが個人的には外角の方が簡単なの。なぜかって外角外の角度ってて外外角角のの度いうのは これ今五角形なんだねなんか五角形五角角形形だろうが三角形だろうが十角形だろうが二十角形だろうが外角の和つまり外角すべて12345箇所を足したものって絶対360度なの外角はね内角は変わるよ三角形180度四角形360十五角形540って変わっていってしまうんだけど外角同じだからってことは今60でしょこれ記号だけど90度じゃん。 150でしょ。ここ足して140だから、全部で290度なんだよね。290度。で、残り X だから、外角全体で360って分かってる。4つを足すと290度でした。じゃあ、当然この4つ分を引いたら X が出てくるはずなので、X イコール70度と。これで終了となります。もちろんね、さっき言ったように、60度の隣、ここは120度です。 180から引くからねここは90、えー、ここは145でここが75か。ってやって、えー、ここの中をやってねでここの角度が出るわけよ4つ足して五角形だから540度から引けばここが出てくるとでこれを出して最後隣だから180から引くでももちろんアプローチとしてはできるんですけど、まあ、時間かかるからねできれば外角のままストレートで勝負してくださいで次サイコロよく出てくるねサイコロね えー、最大小2つのサイコロ同時に投げて2つとも同じ目が出る確率です、えー、いつも言いますサイコロ2つ出てきて確率って言われたら分母は36ね絶対に 6+6 にしないでくださいこれよく見せるからねでサイコロっていうのはそうなる形なるやつ組み合わせだけ探しに行きますつまり 同じ目が出る確率ものっていうのはこれもういいよね樹形図しなくても112233445566しかないもんね同じ目ってつまり6パターンしかありません分母が36って決まってるのでじゃあもう36分の6つまり約分して6分の1で OK でしょうとこれで終了となりますで次11番 まあ、円周角ですね。円周角。まあ、今、これ、投稿してる時期、これ9月10日に投稿してるんですけど、まだ円周角ね、やってない方もいると思うんですが、もし習ってないなっていう方、で、ちょっと覚えときたいなっていう方は、あのー、リンク貼っておきますので、見てみてください。あの、右の、右上のね、i ボタンを押してもらうか、下の概要欄に貼っておきます。そんなに難しくないんで、ルールだけ覚えちゃうと、まあ、やりやすいかなと。で、え、円周角がありますと。で、この形ね、この、ひじり型とかブーメラン型と言われますが、この形出てきたら、 ここの角度っていうのは、ここね。ここの半分なんだよね。そこの半分。これ間違えやすいんだよ。248の半分じゃないからね。こっち側だからね。ここの半分。で、今ここが248って分かってるから、ここの角度っていうのは、360から248引けばいいよね。全部で、ね、丸は360度だから。 で、引き算すると、112度と分かります。つまり、112度の半分だから、答えとしては、56度が答えになると。いいね。っていう感じ。で、一応、今回のボスですね。この中では一番、まあ、正答率が下がる、低くなるかなと思うんですが、二次関数がありますと、まあ、直線になってるんですけど、二次関数は y、y イコール a、x 二乗です。で、ポイントとしては、x 座標、a、b ね。 この x 座標がそれぞれマイナス6と4なんです。マイナス6と4。で、a の方、x 座標マイナス6だよね。で、y 座標どうするかっていうと、関数の上に乗ってるので代入ができる。x がマイナス6をここに代入すると、2乗すると36だよね。つまり、y イコール 36a だから、y 座標は 36a ですよって書ける。こうやって。 で、B の方は、これ右側入るか。あぎでいけるね。上行こう。X 座標4って言ってくれてる、同じく代入すれば、こっちは 16A と書けます。つまり、A っていう文字は入っているけども、2つの座標をこうやって書き表すことができました。で、もう1個与えられた情報としては、この直線 AB、傾きがマイナス2分の1です。いいね。 じゃあ傾き公式ななんかなかったっけったけて考えるで、えー、話がちょっと戻りますけど直線っていうのは Y AX B と書き表しますよね。傾きっていうのはこの部分です。今この A と A 混ざらないでねちょっと別の話です。Y AX B っていうのは直線で表せるんですが傾きと切片っていう名前がやりましたね。で傾きっていうのはもう一個言い方があります。それが何かっていうと変化の割合です。 ちょっとスマホで見てる方文字ちっちゃくてごめんなさい変化の割合と傾きって同じです同じく a のことを表しますで変化の割合っていうのは公式が与えられていてここにいこうか X の増加量分の、y、の増増加加量量分 Y 増加量っていう言葉の公式中学校ではここしかありませんだから聞いたことあるなと思う方もいるはずです 何か聞いたことがあるっていうね増加量っていうこれ公式変化の割合っていうのはこれで求められるつまり傾きも同じなので今この公式を使いますでこれどうやって使うかっていうと今座標が2個出てますよね座標が2個出てるこれを使うのでどっちからどっち引いてもいいですこれはみんなが決めてくださいで自分は今から B から A を引くと決めますいいね B から A を引くどうやるかっていうと まず B の方、X の、X が下ね。X の増加量だから。X 座標を下に書く。Y 座標を上に書きます。4の 16A と。で、B から A を引くと決めたので、引く。こっち A の X 座標、マイナス6分の 36A と。これが X の増加量分の Y の増加量を表すんです。で、これが今、 傾きマイナス2分の1って言ってくれてるから、マイナス2分の1なの。変化の割合を表してるんだけど、変化の割合と傾き一緒だから、今言い換えれば、変化の割合がマイナス2分の1なんだよね。ちょっとなまったけど、マイナス2分の1ね。で、あとこれ解きましょう。で、これ計算すると、これマイナスマイナスだからプラスに変わって、10分の、マイナス20分、うんうん、簡んだ。10分のマイナス 20a だね、こっち。で、これ約分すれば、マイナス 2a でしょ。マイナス 2a。 イコールマイナス二分の一と。で、これ両辺マイナス二で割る必要があるんで。答え A. イコール、え、四分の一と。なって、これで終了となります。えー、私ハイチ、どこでミスったかって、最後にミスりました。はい。<laughs> あ<ー>もう <laughs>。何ミスったかっていうと <laughs>、この式まで出てんじゃん。これ暗算でやってさ、なぜか四って書いてあるよね。 A イコール4点これいるはずわかる1万人見てくれたら3人ぐらいいてほしいいてほしいって言っちゃった <laughs> ダメなんだけどもうまたやらかしたよこういうのあるからねみんな気をつけてもしねあの同士 <laughs> やってしまったあの俺と同じ方がいたらあの俺も気をつけるんで二度とこういうミスしないようにしようね、はい、ということで、まあ、今回はねこんな感じでやらせていただきました、まあえー、いつもよりは少し簡単めのものが多かったかと思うんですが、まあ、自分もそうですけどねこうプチミスが出てきたりします100点満点だったら1問2点3点の場所です きよ2点3点だけでも何人も抜かれるからね逆に何人も抜かせるからねだから一問一問大事にして是非ね復習もしてみてくださいでは今回はね高校受験対策のシ旨シ,シリーズ第38弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上です会いましょう